野翔さん26が14日、YouTube チャンネルの生配信に、三宅健さん44、神宮寺雄太さん25と共に登場。自身に続き、滝沢秀明さんが立ち上げた会社、戸部、に合流した新グループを歓迎しました。画像、戸部、に合流した平野翔さんと神宮寺雄太さん。左から、IMP、椿大賀さん、 鈴木大河さん、松井聡さん、佐藤新さん、影山拓也さん、元井俊介さん、横原祐樹さんと BCOLTD。合流したのは、ジャニーズジュニアのユニット、インパクターズとして活動し、今年5月にジャニーズ事務所から卒業した、佐藤新さん22、元井俊介さん26、鈴木大河さん25、影山拓也さん26、 松井聡、港、さん、22、横原祐希、祐希、さん、26、椿大河さん、25の7人です。今後、新グループ、IMP として活動することが発表されました。平野翔さん、IMP のメンバーに対して、平野さんは憧れている方はいらっしゃるのかなと、突然質問。すると、佐藤さんは、 僕、いろんなところで言わせていただいているんですけど、本当に平野くんがきっかけで、と言葉半ばで、平野さんが佐藤さんに頭を下げました。左から、平野翔さん、神宮寺雄太さん、三宅健さん。その行動に、神宮寺さんが、早いのよ、お辞儀するのが、と突っ込みを入れると、平野さんは、違うのよ。俺、これ知っていたんすよ、しんくんが俺のことを、 憧れてくれているってそれを知っていた上で聞くのってすごい恥ずかしいと照れた表情を見せました左から平野翔さん imp 佐藤新さん平野さんに憧れた理由について佐藤さんは歌とかダンスはもちろんなんですけど初めてテレビなどで見た時にスターだと思ってそれで雷がバーンと僕に落ちて それで履歴書を書いて、この業界に入ったんです、と明かしました。続けて平野さんから、あまり接点がなかったんですよ。今まで、みんなが出ているのを見に行って、その時に、ちょっと喋るぐらいだったよね。これからは、どんな形で絡めるかわからないけど、なんか一緒にできたらいいね、と持ちかけられると、佐藤さんは、ぜひ、よろしくお願いします。 と憧れの人のの人前で緊張の表情を見せましたすると、平野さんは、ちょっとごめん、俺も緊張してきた、告白された感じ、ちょっと答えは待ってほしい、と笑いを誘いました。